あ、なに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 、なんか綺麗なお姉さん来た。お姉さんじゃないのこれ、お兄さんか。ニコニコ。裂け目の先には一体何があるのです？何があるんだろう。うおーん、なんだ、うおーんはなんだ。あ、いるじゃん。よかったね。くぬん、大きくなっても鳴き声くぬんなのグッとくるね。押しつけちゃいますが、あちらのお世話もお願いしますね。はい、薄い本を厚くしてみせます。任せろ。私は見ているだけだったね。手伝って。荒ぶるウィンディに対しても何もできなかった。そんなことないよ、沈め玉。そんなことないよ、沈め玉。沈め玉。また戦うの？また戦うの？あ、これでまた店に行くんだね。はーい、ご苦労であったな。真珠弾にも作用した。時空の裂け目にも作用すればよいな。うんうん、そうだね、精進せよ。メイン任務達成。天眼の山麓にいる洞窟キングマルマインを沈めよ。マルマインは知ってるぞ。丸いやつや。マルマインは体内に溜め込んだ電気を放出する性質のポケモンでな。荒ぶってからは電気の放出がとんでもねえ大爆発。それは大変だ。マルマインのキング場まで安全なルートで行くために真珠団にも力を貸してもらうのだ。あ、なに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 、なんか綺麗なお姉さん来た。お姉さんじゃないのこれ、お兄さんか。僕への招待状を忘れかと思い、わざわざ馳せ参じたぜ。椿、わきまえろ。この人椿だからこそだろ。兄貴。マルマインのキャプテンである椿を差し置いて話はできないよね。まあそれはそう。顔だいたいそんな弱そうなやつにマルマインを沈められるとでも。顔むっちゃに睨まれてるけど。旦那、不届き者の乱入、心よりお詫びする。いやいや、お気になさらずに。あ、この人強いんだね。警備隊にはさらにみっちり稽古をつけてやらねばなりませんな。おめえのせいで警備隊の方が泣くことになったぜ。まあまあ、では改めて歩み、マルマインを沈めよ。ドドン。はい、うむうむ、いでたて、危ない山登り、やったー。ドゥッドゥドゥドゥッドゥドゥッドゥドゥ。分からせてやる、出ました。それをおめえにも分からせてやる。分からせ、どど、しょうがないにゃ、いいよ。つーん、ダダン、解放者。
一発 KO ラブラブキュン。あれ、イーブイさんいらっしゃった。ごめん、見てなかった。イーブイさん、イーブイさん、焼き払え、イーブイさん、ドドン、顔ふんって言われた。真珠団の協力者は訓練場でお待ちだったよな。はい、おい、じゃあ待ってるというところに行きます。どこだ、ひひ、到着。あゆみさん、隣にいらっしゃるのがキャプテンのぼりさん。のぼりさん、どっちだ。大ニューラ、ニューラ、キャプテンみんな個性的やん。マルバイに会うのでしたら大ニューラの力を借りるべきですね。はい、ただあなた様が大ニューラに認められるかどうか。ピシッ、あなたと似ているんだよ。似てる。彼はどこから来たのかわからないの。あ、そうなんだ。ああ、めっちゃ雰囲気悪い夜だから、なんかちょっと怖いんやけど。あゆみくん、天眼の山麓にようこそです。天眼山、あの辺り一帯は磁力がポケモンに何かしらの影響を及ぼしていると考えられます。そう、なるほど。で、終わり。登りと一緒に山を登る。ダジャレか、ダジャレかな。休む、朝まで、朝まで頼むよ。え、なにこれ。え、めちゃめちゃなんか、なんやこれ、ゾウ。あ、え、調べるってできるけど、これポケモンなの。なんか鼻がでかいおじさんでは。これ何、え、キノコ。え、そんな股の間からキノコ生えてたの。この天気何。うわ、めちゃめちゃ山登るじゃん。マルマインですが、私が記憶するマルマインとは少し様子が違ってる。電気が効かないポケモンを捕まえておくといいのかもしれません。みんな凍ってる。マルマインに会おうとはなんと大それたこと。でもこの椿、心優しい男でね。おお、あ、いきなり、あ、嫌です、遠慮します。両方嫌です、遠慮します。だいたい山奥でマルマインが電気を放っていたところで銀河団には関係あるのですかとそう言われましても、そう言われましても、荒ぶることでポケモンも苦しんでいるのに、なんと身勝手な意見でしょう。あゆみ様、どうなさいますか。まあ進みます。まあしょうがないからね。大ニューラに会うと、あ、そんな話やったな。どこ、まあ、とりあえず進んでいいのかい。はい、松明がありません。すごい、この決めポーズすごいな。おぼろだけですが、私には大事なパートナーがいた記憶がございます。はい、名前を思い出せないのですが、炎を使うポケモンだったようです。はいはいはい、今いてくれればこのような暗い道も照らし誘ってくれたはず。こちらに到達すればほぼほぼ大丈夫でございます。まあそうだよね、戦うか。安全確認よし。わお、おジャンボ。あ、ダメだ、これはまずい。おジャンボ